この間のキャンプの時に余ったトカトカの食パンにスライスチーズ、いただきます。マルハニチロのみかんゼリー。昨日100均で絵の具と筆ペンと画仙紙はがき、ちょっとデコボコしてるはがきを買いまして、昨日食べたしらすパスタ、この間ヌプカの里で食べた焼きそばを絵に描きました。なんか久々に無我夢中になって描いてものすごい楽しかったです。今度ライブやりながらその絵を描けたらなと思います。